この前動画で作ったジャケットがあるんですけれども、わずかに再販が決まりました。やったーやったぜ。概要欄からチェックしてみてください。お願いします。お願いします。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週水曜、都市伝説のコーナー。おー、水曜当たれ。めっちゃ出せる、これ。これ、地曜かな。あー、地曜って言えばいいよ、ほんとに。ワンピースの都市伝説、タイトル見ればわかると思うんですけど。はい、大好き。やっていくんですけれども。いや、もういっちゃん好きよ。ワンピース、めちゃくちゃ好き。マジ好き。一つとね、好きなの。一つ飛ばす。ほんとに一つ飛ばすんだよ。ほんとにすごい人が来てます。はい。なんと、ワンピースのマニアすぎて、フィギュアあるじゃん。うん、ワンピースフィギュアのプロデュースとかをしてくれてる。は？え？今回はその方たちにワンピースのね、ここからのどうなっていくかとか知りたい都市伝説たくさんあるでしょ。ああ、めちゃ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 。一個ずつもうぶつけてもらう。おお。見てる人も超得。ワンピース好きな人めっちゃいるだろう。いや、これはやばい。これを全部知れるかもしれないという。お呼びしましょう。小ヤッキーさんです。はい、ということで小ヤッキーさんでございます。うわー、小田エンジの君かと思った。来るわけねえだろ。こちら持っているのが小ヤッキーさんがプロデュースしている。そうです。フィギュア、もう名前と顔まで出てます。本当に詳しいんですよね。そうです。ワンピースを好きだというよりもこれプレゼントします。マジですか。すごい。一番高いです。これあれじゃん、あのあれっすね、これサンディニーマイです。すげえ。なるほど。唯一知ってる知識か。本当好評でしたら第2弾、逆にコメント欄でさ、その聞きたいことをコメントしてもらって、僕たちがそれ小ヤッキーさんたちにぶつけますので。うわ、皆さんとりあえず高評価よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ターボーさん。俺いいっすか。エースっているじゃないですか。はいはい。実は死んでないんじゃないかっていう。え、死んだでしょ、あれはさすがに。これじゃあ僕が答えましょう。え、一応知らねえ。じゃあ一応まあ答えてよ。じゃあ行きます。死んでないです。あ、死んでない。死んでないんだ。ないです。だって理由は、理由はですね、あの、シャンクスって、あ、ほんと、静かにします。エースは死んでいます。えー、やっぱそうですよね。え、断言できちゃうんですか。うわ、なんか生きてて欲しかったっていうのがあります。思うんですよ。でもね、作者の宇田先生は生死については結構はっきりしていて、死んだ人間を蘇らせるようなことだけは絶対しない。ビブルカードっていう、その紙っきりこういうカードがあるんですけど、これがエースが宿ってるんですけど、それがもうジリジリって燃えてもうなくなっちゃってるんで、まずちょっと可能性的には難しい。ないね。で、ワンピースマガジンっていう機関誌が今あるんですけど、もしエースをサボが助けに来たらっていう漫画が一瞬だけ書かれてる。それがスピンオフで書かれちゃってるってことは、本編では活かせないっていう意味だと思う。すげえ。信憑性しかない。信憑性 100%。 ただし、エースもそこそこいい大人じゃないですか。だからどこかで子供を授かってるかもしれない。ということは、エースは死んじゃったけど、その意思を継いだ子供たちが次活躍する場面が見れるか。そう。子供出てません、もう。え、出てんの。出てんの。いや、分かるでしょ。分かります、多分自分は。牧野がこうやって赤ちゃん描いてますもんね。でも自分的にはあれ知らねえだろ。シャンクスと思ってた。あ、じゃない。シャンクスかエースどっちかなと思って。さあ、あそこ難しいですよね。牧野、牧野なんですか。ワンパン目からこんなすごい感じなんですね。いや、でも気になりますよね。これ絶対見てる人見てて楽しいと思います。ああ、嬉しいです。やばいっす。2つ目の説いきましょうか。じゃあ僕いいですか。麦わらの一味、もう次誰なんだっていう10人目。はい。あ、すごい気になってます。急に候補挙げられてるけど、結局誰なんや。ああ、気になる。マジで候補言ってよ。ジンベイ、あと青木とか。青木じゅんか。あ、クマね。今の中に入ってますか。入ってます。ええ、2つ僕説を持ってるんですよ。はい。1個目がおっしゃっていただいたジンベイ、実はですね、ジンベイってソーダッシュっていう役割なんですよ。そのソーダッシュだけが麦わらの一味にいないんです、今。いない。確かにいない。で、あと何よりも、去年ワンピースのイベントが行われた時に、麦わらの一味がその出すんですよ、名前を。それは公式のイベントにもかかわらず10人目にジンベイって書かれたんです。あ、じゃあもう決定、もう決定なんじゃないですか。だからそれね、多分ミスリードかもわかんないですよ。匂わせみたいな。そう、匂わせみたいな。もしそれがミスリードだった場合、じゃあ何かってなった場合、
まずルフィは冒険にまず出た時に、うん、仲間は最低でも10人欲しい。そうなんです、うん、ということは本当にアメトークのなんかワンピース芸人みたいになってる。じゃあもしそれジンベエじゃなかった場合どうなるかっていうと、インペルダウン分かりますか？はいはいはい、インペルダウンのレベル6から脱獄した囚人の中に、はい、サンファンウルフっていうやついるんですよ。でっかいやつか。そう、でっかいやつがいて、黒ひげじゃないですか、あれ。そう、黒ひげの一味なんですよね、はい、黒ひげ海賊団のメンバーを見ていくと、また狙撃士、まあ、ウソップとか、はい、いろいろこう役割が重なってくるんですけど、はいはい、サンファンウルフだけはクソでっかい、よくわかんないやつなんですよ。で、サンファンウルフってでかすぎて繋げないから外に繋いでたんですけど、そもそもサンファンウルフって巨大な戦艦の名前なんですよ。だから戦艦を外に繋いでるが人人のみで、まあ、人間になってるとか、いろいろなことを考えると船なんじゃないのってなった時に、10人目の仲間は実はサニー号かもわかんないです。サニー号が人人の身をなんか食べて、夢ある、それめっちゃ夢あるわ。ちょっと夢あった今、マジで夢あるでしょ。あります、すげえあります。数年前に12月に絶対ジャンプのイベントを幕張メッセとかやるんですけど、そこで小田井一郎先生が壇上した時に、来年は仲間の、まあ、一味を一人下ろすとね発言されてるんですよ。ファンは誰がいなくなっちゃうの、麦わらの一味からって思ってたわけですよ。でそこでこの翌年になったのはウォーターセブン編なんですけど、そこでルフィとウソップが喧嘩するんですよ。はいはいはい、はいはい、で喧嘩して仲間割れして、ウソップ船降りちゃうんですよ。降りたらもう戻ってこないんじゃないのって、その発言もあったし、すごいファンは不安になるんですよね。でもウソップのことじゃないですよ、メリーゴのことなんですよ。なるほど、なるほど。そうなんですよ。ってことはじゃあ本当にサニー号説が、そうです。だから小田先生、その一味の中では船も仲間なんですよ。なるほど、もう10人目来てると。そう、来てる可能性もあるんですよ。あくまでも妄想とか考察なんで、信じるか信じないかあなたです。おお、ちょっと待って、終わってもうた。そもそも主人公モンキー D ルフィとか、はい、兄貴ポートガス D エース、 D の意志ってなんだろうっていう、空白の100年とか、かつて栄えた王国とか月の住人とか、いろんなこと言われてるんですけど、それは実は確定はしなくて、ただ絶対的な共通点が1個あって、 D の一族は全員死ぬ間際に笑ってるんですよ。出た、うわ、出た、あのバギーのところでも、そう笑ったし、そうそう笑ったってスモーカーがねさ、うん、言って、はい、でも、まあ、生きてるんですけど、エースの時も笑ってしまう。笑ってましたね、確かに。ちょっとそれますけど、黒ひげが白ひげに立てついて戦うじゃないですか、うん、それでお前じゃねえんだ、チーティーチって言うんですよ。あ、白ひげがいます、ね、さあでも黒ひげだって D なんですよ、はい、でもなんであそこで白ひげがお前じゃねえんだティーチって言うかってすごい考えたんですよ。黒ひげだけは命乞いしたんですよ。はぁ、その資格じゃないんですよ、多分。じゃあ俺が好きなヒルク笑って死ぬ、あれ D だ、これ D だ、ヒルク D か、共通点だけで別に笑って死ぬの全部 D じゃないですまさかいい人生だったんです死んだよ僕でも分かりますあ、じゃあ何の D なんですか。何の D かって言ったら、もう諸説ありすぎて多分めっちゃ時間かかるんですよ。あの説一番なんだと思います。一番濃厚なのはやっぱりその上ですよね。月ですか。そうです、あのエネルが言ったらマキシムっていう船を作って、まあ、月に今行ってるわけですけど、いつか絶対正解にまた戻ってくるんですよ、はい、そこでいろんなことが分かると思うんですけど、月に行った時の古代のその壁画とかには空島のその羽の形とか上のその、ま、その髪の毛が違うとかいろんなことが書かれてて、あれが多分ヒントだと思う。D が何の D とかもないんです。そう、何の D とかないです。だから本当にこれは妄想させるための小田先生の多分問いかけみたいなのもあると思うんですよ。 D っていうのを半分にしたら、まあ言ったらこう月の半月になるとか、いろんなことを与えてくれる道具なんですよね。だから D の意思っていうのは、 D ってデビルの D じゃないですか、悪魔、はいはい、だからなんか悪魔の実と関係あるみたいなの聞いたことあるんですか。ああ、それも実は言われてるんですよ。でもそれって証拠がないんですよね。あ、なんとなくふわ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 、都市伝説の息でしかない、都市伝説。以上、3つの質問全部答えていただきました。ありがとうございます。おい、小焼き大好き、3つけろ。いやもう俺小焼きって呼ぶの、小焼き、うち小焼き、僕みたいな知らない人でも結構のめり込んじゃうぐらい、はい、すごかった。あ、普通にやっぱスケールとかもう そういうのすげえなっていうのはめちゃめちゃ思ってたんですよ。あ、そうです、ね、僕ディズニーがめちゃめちゃ好きなんですよ、はい、そうですね。作品作ってる間にもう何パターンもいろんなこう作っていくわけじゃないですか、うん、そうですね。もうそのデカさがやっぱすごいなっていうのは、はい、もうずっと思ってたんで、はい、栄一郎すげえなって友達か、友達、いろんなね話を、興味がもう心身になっちゃうようなやつをバンバン教えてくれたじゃないですか、はい、うんうんうん、情報量がえげつない、はい、よかったです。半端ないですね、はい、話がうまい。第2弾
やってって方は皆さん高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ポヤッキーさんのチャンネルも概要欄に貼ってありますので、はい、皆さんぜひ飛んでみてください。信じるか信じないかはあなた次第です。常識の壁などこ